カリフォルニア大学アーバイン校は、カリフォルニア州アーバイン市に本部を置く、アメリカが衆国の州立大学である、1965年に設置された、カリフォルニア大学システムに属し、米国東海岸の名門市立大学連盟である、IB リーグと並び、高い水準の教育が受けることができる、公立大学軍パブリック IB の一つ、南カリフォルニアに位置する、 テックコーストの中でも主にコンピュータ産業が集まる地域にある。3名の教職員がこの大学における研究でノーベル賞を受賞している。UCI 特有であるアルドリッチパーク、アードリッチ緑地公園を中心とした円形構造。高地はアーバインカンパニーが所有した広大な農地が元になっており、20世紀中盤にカリフォルニア大学を誘致するため1 0 0以上の 土地を提供するとともに開発計画が立てられ、1965年にアーバイン港が開かれた。アーバインカンパニーによる開発で、大学周辺は都市として発展し、1971年にはシティが設立され大学はそのシンボルになっている。大学施設は、緑地公園のアルドリッチパークを中心に放射状に置かれており敷地も広大である。 現在の生徒数は3万人ほど。2021年度の US ニュース誌の総合大学ランキングでは全米35位、公立大学ランキングでは8位となっている。過去3名の教職員が同大学における研究でノーベル賞を受賞し、他に4名のノーベル受賞者が教鞭を取っていたこともある。また、7名のピューリッツァー賞受賞者を輩出している。スポーツにも 盛んに取り組んでおり、バスケットボールや野球など23種の競技で全米大学体育協会主催の大会等に参加している。同大会では団体種目で国内チャンピオンシップを28回獲得した。これまでに53名のオリンピック選手が同校に在籍しており、中には金メダル獲得者を含むメダリストたちもいる。大学校内の校舎の多くは、 建築家であるフランク・ゲイリー、ウィリアム・ペレーラなどを筆頭に、ブルータリズム、モダニズム、ポストモダン、フューチャリズム等の思想に基づいて、デザイン、建造され、その風格は、猿の惑星、ポルター・ガイスト、オーシャンズ11などといったハリウッド映画や、テレビドラマの撮影に頻繁に使用されている。学校のマスコットはアリクイ。モットーは、カリフォルニア大学共通のラテン語で、 フィアトルクス、英訳で、レッドゼアビー・イーライト、そこに光荒れの意である。学部にあたるものは、専門教育から大学院まで、由来する学術別に個々のアカデミックユニットという機関にまとめられており、一般には、スクールと呼ばれる。スクールオブに続き、その学術が表記されている。また、スクールにより、人名が前記されているものがあり。 これらは主な寄付者に対する謝意で、その寄付者の名が付けられている。また、オレンジ市にある大学病院をはじめ、オレンジ軍各域に医療施設を有しており、病院は米国でのランク付けも高く、高水準な医療サービスを提供している。スクールノーベル賞受賞者であるフレデリック・ライネスに、ちなんで名付けられたライネスホール。工学部カリフォルニア通信情報機構研究機関。 施設付属機関、その他主な施設大学校内北西端に位置する全米科学アカデミーのコンファレンスセンター。ラングソン図書館。校内各所に見られるウィリアム・ペレーラによる外壁モチーフ。文学、ジャーナリズムメディア、芸能政治スポーツ経済技術。ありがとうございます。